サミット、または、オル CF-4 は、2018年6月8日に、発表されたアメリカ合衆国エネルギー以の、オークリッチ国立研究所のスーパーコンピュータ。DOE から受注した IBM が NVIDIA 及び、メラノックステクノロジーズと共同開発し、2018年6月から2019年11月までのスパコンランキングトップ500で1位となった。 オークリッチ国立研究所のサミットは、IBM がパワーシステム AC922 を用いて開発し、2018年6月8日時点で世界最速のスーパーコンピュータとなった。演算速度は200ペタフロップス。2014年2月、DOE はコーラルプロジェクトを立ち上げた。これはアルゴンの国立研究所、オークリッチ国立研究所、 ローレンス・リバモア国立研究所の3つの国立研究所の磁期使用、スーパーコンピューティングの導入プロジェクトで2017年に100から200ペタフロップスを目指した。2014年11月 NVIDIA 及びメラノックスと協業してオープンパワーベースのシステムを提示した IBM がコーラルプロジェクトの一環としてオーオンル向けのサミット及び LLNL 向けのシエラのスーパーコンピュータ構築を3億2500万ドルで受注した。シエラはサミットとほぼ同様のアキきテクチャだが規模はやや小さい。2018年6月8日、DOE と IBM はサミットを200プフロップスで世界最速であると主張した。2018年6月25日のトップ500の発表で 122.3プフロップスで1位となった。世界最速の座を5年ぶりに中国から奪還した。なお、コーラルプロジェクト全体の概要は以下の通りである。サミットは4608台のノードで構成される。各ノードはべての CPU および GPU からアドレッシング可能な 500GB 以上のコヒーレンスメモリとバーストバッファー。 または拡張メモリとして使用可能な 800GB の不き発性ラムを格納する。CPU と GPU はヘテロジニアス型アーキテクチャで CPU のパワー級と GPU のボルタが NVIDIA の高速リンクである NB リンクによって結合されている。高速、高スループットのノード間データ転送を実現するため、ノード間はメラノックス EDR インフィニバンドインターコネクトを 使用したトポロジーで接続される。ありがとうございます。